こんにちは、みことあびたかと申します。イゴム宗教。今回でテスラ編入ったということでね、ゼロスでプレセアと一緒に冒険ができるこのひとときを私は噛み締めていきたいっつうか、プレセアとゼロスが仲間になるの絶対強いってこのメンツ見てよ。大体 CPU うんちしか言えないからさ。いやもう正直リフィー先生リストラしてゼロス回復役にしてさ、あとはもういろいろやったらさ、絶対最強なんじゃないかなと思うんだよ。僕の今のところ理想としては、ロイド操作で、あとはリーガルプレスやゼロスで入れればいいんじゃないかなと思ってんだよね。いや、シーナ入れてな、もし、ロイド抜けてシーナにしよう。そしたらもうテスラメンバーしかいねえや。それはそれなんかおかしいな。ちょっとどうしよう。あ、親睦運びに来た仲間たち一行一行です。今日は特別だって許してください。ありがとうございます。ありがとうなす。プレセアの笑顔が見ていけば僕、本編のプレセアの笑顔まで詰めてねえんだよな。アニメ版ではね、確かそこまでなかったんだよ。結構ね、プレセアとリーガルをね、割り切り早い段階でね、和解したっていうのかな。そういう感じだったからさ。だからそもそもプレセアの映画がどこで見れるのかわかんねえんだよ。そこまで言ってんだよ。本当に、テスラ編の序盤ぐらいで僕やめちゃったからさ。まあ、若干でたまると、コレットが元に戻るというか、一時ね、元に戻るとき、意識がね、元に戻るときが、あれでしたね。やめ時でしたね。やめ時ってなんだ。よし、それじゃ、王様の寝床ってとこを探そうぜ。プレセア一緒に来てもらおうぜ。お願いできるかな？はい。いやいや、プレセアの感じだったよね。プレセアが仲間だった。プレセア絶対コンバティールだからよろしくお願いします。プレセア操作したけど、プレセアはね、ちょっとコンボが繋ぎづらいからね、みんな CP に任せた方が多分いいと思うんだよね。よし、プレセアコンバティールだって。合ってた。トン悪いもうこれ、本当にこれだけ捕まるぞ、ロイド。マジで。こんにちは。あ、ゼロスじゃん。あ、あんたマジでやった。こんなのがミコ？いやー、親睦運びに来た、うんぬんかんですね。こいつがミコなのか？ミコだからと言っての、女じゃダメなんて誰が言ったよってそういうことだからね。お、教皇話が早いですね。ああ、その通りだ。王様たちっていいやつだったから、もうね、今日クソやらだったから全然覚えてんだよ、序盤しかやって。いや、ダメかもしんない。姫が、いや、エターニャのね、姫様が。アレンデ姫が良すぎたせいで、ちょっとこっちヒルダ姫がうんちぶりぶりですね。ヒルダって言ったらリバースの方でヒルダいただろう。まあ、この時リバースまだ発売してないんですけど。ロイドだ。ロイド・アーウィング。この手紙届けに来た。ミゾホのためシーナから国王宛てだ。テスヤローがいるけどさ、シルバーランド王とかっていたっけ？まあ、とりあえず、よろしくお願いします。これだ。いや、マナー悪すぎ。仮にも他国といえども王様だぞ。これなんか出まかせようみたいな感じで言うんだっけ？なんかね、囲まれる記憶あるんだよ。なんで囲まれたのか忘れたけど。ずいぶん待たせるな。マジでプレセアの目が死んでる。死んでるけどさ、プレセアって自我を取り戻したときさ、大丈夫なのかな？なんとかして逃がしてやるしかないな。ごめんね、君まで巻き込んじゃって。ああ、ジーニアスの物語が上手くなったかもしんね。アニメのおまけでさ、ジーニアスとね、プレセアの関わりが結構ね、多かったかな。プレセアみたいなのがすんげえロクだったんだよな。今日、誇張表現があったとは思う。手紙読んでもらえたんだ。お、さすが話が早いね。これと心を失ってる。このままじゃ人間としての命を失っちまうんだ。つまり、死んでもらうってことか。ああ、まあだと思ったんで、待ってくれ、俺たちの話も。ですよねー。で、ここでコレットが強いわけよ。どさとまだいかねえか。そんなにコレット強いか、そんな強くないんだけどね。あ、この兵隊たちはエクスペアつけてねえか、じゃあ余裕だ。ただそうだ、今思うとさ、デザインとかみんなエクスペアつけてたもんね。だからまとめて戦えるんだった。というわけで、取引か、リベル先生、さすがです。いいね、その理屈。みたいな。あんだけ世界を大事にしたのに、俺の選択が何だったの？先生何言ってんだよ。っていう感じでね、そう。一旦世界よりコレット大事にしようぜみたいな。コレット大事って作戦でいきましょう。あ、ちょっとタンマ。はい、ではね、この選択肢について確認しました。まずコレットはどっちも好感度が上がるっぽいんですよね。でね、まず見てみると、分かったそれでいいにするとね、コレットとリフィルの好感度が2段階上がって、ゼロスの好感度が3段階上がる形になるんですね。正直ゼロスをね、ルートの候補に入れたい身としてはね、ちょっとゼロスの好感度を上げておくに限ると思うんですよね。で、ジーニアスは2段階でプレセが1段階下がりますね。で、やっぱりダメな人もコレットは好感度上がります。1段階ね。ジーニアスも1段階。リフィルから2段階下がって、プレセは2段階上がって、ゼロスは2段階下がるっていう。ってなると、やっぱここはゼロス優先で分かったそれでいいをね、選択するのが一番いいと思います。分かったそれでいい。まあ、ダメだけどさ、これでちょっとなぁ、ジーニアスの効果だ。いや、ジーニアスじゃあおめえコレットどうでもいいってことなんか、ふざけんなよ、ジーニアス。おい、このガキンチョ、このまま行きな、ガキンチョめ。だって俺たちはテセラまで来たんだろ。そう、本来の目的を忘れてはいけねえぜ、ジーニアス。いや、先生の提案通り取引しよう。コレット救う方法を教えてくれ。おー、で、ゼロスが監視役になると。ミコが監視役になる。あ、さ、この世界って、教皇よりミコが偉いんだっけ？ちょっとその辺も忘れちゃった今日。じゃあ、コレットは助けなきゃいけないんだよね。よし。この時のゼロスはね、まだちょっと気難しい感じだけど、ゼロスはいいやつだと思うよ。アニメ版のね、ゼロスはめちゃくちゃかっこよかったからな。てっきりクラトスルートになるかと思ったけどさ、ちゃんとゼロスルートでね、いい感じに折衷案でクラトスを活躍待ってるそこまででした。仕方ないのはそれでいい。どこで落ちちゃうんだ？はい、OK です。わかった。よし、ゼロスが仲間だったし、プレセンは一応一緒に戦ってくれるのかな？じゃあな、ゼロス。今んとここのゼロスはなんかそこまで仲良さそうじゃないけどね。まあどうせチーム4にはみんな仲良くなるからよ。ゼロスをね、トップにしておけば、スキル、EQ チームのね、パーソナルスキルによって、女性からアイテムをもらえるみたいな、そういったのが確かあったはずなんだよね。ゼロス。まあ別にそこまでやり込むつもりがないからいいかな。そうそう、俺様はゼロスワイブだ。ゼロスくんって呼んでね。はい、ゼロスくん。誰もゼロスくん。プレセがゼロスくんっていうぐらいが。一緒に旅しなきゃならないんだ。仲良くしようぜ。この通り。野郎二人はいいとして。とか言ってその野郎二人が好きになっちゃうんだろ。リフィル様だろ。クールな可愛い子ちゃんがこれ。まあ今だけクールだけどね。そのチビちゃんは？プレセアだよ。城に潜入するときに協力してくれたんだ。おチビちゃんはシルバラントの人間じゃないのか。オゼット。オゼット？あの田舎じゃなくて森の奥の村か。僕本編の時はプレスや全然ストーリー進められなかったからオゼットとか言ってなかったような気がしなくもねえぞ。リーガルとも戦ってないし、ね、マジで序盤でやられちゃったから。誰が未開の野蛮人だ。あ、そうだ。ゼロスボケロイドのツッコミのこのやりとりが発生するのが嬉しくなりますわ。いや、シンフォニアね、パーティーが明るくなるぜ。今日こういうね、ちゃんとしてるからゼロスはね、やっぱみんなから好かれるんだろうな。気が利くな。ヘルドフェスティバルではそもそもロイドとゼロスめちゃくちゃ出てるからね。あ、大体この2人って常連じゃなかったっけだろ。研究員の使用には王家の許可がいるからな。このゼロス様の頼みなら陛下も一発 OK よ。さすがよ。僕たちを監視するんだからそれぐらい当たり前でしょ。可愛くねえガキだな。やっぱゼロスがいるとね、和気あいあい感出てきて嬉しいわな。プレセアは解放してもらえるの？まさか彼女まで監視するなんてことはない。プレセアはここでどうなんだっけ？そりゃそうさ。王立研究員もオゼットも海を越えた向こうの大陸にあるんだ。ついでに送ってってやろうや。お、じゃあそれで。大賛成。大賛成。プレセアも送っているな。大賛成だぜ。めっちゃ巻き舌になってるじゃん、ジーニアス。じゃあ俺たちはどこへ行け？じゃあこれで一旦北の方に見える白、あ、そうそう、そのブリッジでサイバックを聞いたことあるな。北東の方角だね。サイバック何があったっけ？なんか響きがなんかあったな。ワクワクするな。早速行こうぜ。サイバック研究所だ。サイバック研究所、そうそう。よし。パーティーも潤ってきたしね。そう、ジニエスじゃなくて、ゼロスは、まあ、基本的にはね、あれなんだよね。ほぼほぼ、クラトスと同じような感じなんですよね。よし、じゃあいろいろとね、準備を整えました。なんかゼロスのね、装備がなぜかくそ弱かったからさ、そこら辺はちょっとある程度強化させてました。ゼロス優先に強化させてます。攻撃力それでも130一気に上がったから。よし、じゃあ一気にね、このパーティーでは活躍を、ああ、もう、出花がくじかれてる。とりあえずね、ゼロスにはね、少しでも HP が減ったら回復をするように。だから多分ね、今ロイドの HP 的にファーストエイドをしてくれると思うんですよね、ほらね。ファーストエイド、ほら、助かる。こうしてくれればね、かなりいいんじゃないかなと思うんですね。で、これとは、まあ、ロイドと分散していってるよね。まあ、分散して戦いっていう指示でやってるんで、こうやって別のキャラクターにプレイヤーが火力で攻撃やってくる。戦闘時のプレイヤーなんか感情こもっていいですね。オッケー、このメンツが安定かな。まあ、コレットはね、まあ、ジニアスに変えてもかだしね。もしくは回復優先にリフィル入れるのもか。リフィルとフォトンがあれば、それはそれでいけるからね。だからその辺もね、おいおいちょっと作戦。まあ、今はね、基本的にベースなのは、ロイド、ゼロスはやっぱ入れときたいとこかな。てか、それと近接キャラは3人で、うち1人は魔法剣士っていうのが一番ちょうどいいよね。ってなると結局ゼロスになるわけですよっていう、そういったお話でした。おし、というわけで、なんだっけ、グランテセアラブリッジだっけ。おし、ついた、あれここでなんか捕まるんじゃなかったっけ。それは また今だっけ。すげえでっかい橋だな。すんげえぜ。田舎者って言われてたけど、シルバルト田舎だわ。あそこはもうダメだ。もう地方だから。地方。いや、地方がダメっていうのもダメか。もう偏見が過ぎるぞ、アブタカ君。あ、そっか、エクスピアが。3000人分の命が。そっかそっか。さすがにエクスピアが人間の命を糧に生まれたものっていうのは知らないのか。シーナも初めて知ったもんな。それマジもなんか、ここでちゃんとね、真剣に、嘘でーってね、言わないのがね、ゼロスの人なんだよね。そう、ちゃんと、まあ出会ったばかりのシルバラントミーの話をちゃんと真面目に聞いてくれる。そこはまたゼロスの意図があっても、こんな嘘つくよ。そうなんだよね。まあ、といったところで割り切るのがまたゼロスのいいところでもあったりするんですね。っていうお話です。そういえば、お前やプレセンはエクスピア装備してるけど、こっちは当たり前なのか？ C の話はそんな感じじゃなかったけど。あ、レディゲード。へえ、分けてもらえるとかあるんだ。プレセア、そう。どっかで発覚するんだけど、要のもんがついてないんですよね。だから、このままでプレス屋がどんどんね、狂っちまうぜ、みたいなね、そういったお話があって、要のもんをね、作ってあげるイベントがあったはず。それは確かね、うん、この鉄屋らへん序盤のね、どっかの段階であったはずなんだよね。僕そこ記憶してる、あ、ミニゲームがあるんですよ。確かこれなんだっけ？だるまさんが転んだじゃなかったっけ？遊ぼう。とりあえず、分かった分かった。ジニアスまた後でなっていく。だから言わねえだろ、ジニアス。こんな、ロイドのセリフだよ、これ。よし、とりあえず、やり方。だるまさん、転んだで。また後でな、だからジニアスすんだ。言わねえよ。よし。鬼が向こう向いてる間だけ、オッケー。前に進む、あ、方向キーじゃないんだ。丸と、はー、R1 と L1 で左右とかあるんだ。へー。ありがとうございます。じゃ、やるぜ！よし、やるぞ！おー！ネゴニーが来たなんでジーニアスが絡むのかわかんないけど、レベル1余裕。ふざけろ、大学。あ、あれ？進めね。あー、なるほどね。オッケーオッケー。余裕すぎ。ガキンチョジータの動きしてるさ、マジで。全然滑るんだけど。よし、じゃあ、あ、これ丸連打だ。やっちまった。流してたと思ったらこれ丸連打だったわ。丸連打難しいぞこれ。いや、リスクを負わなきゃね、勝てねえよ、この戦い。おい、投げるぞこれ。おい。うお、リスクを、おっぶねー。目の前にいる緑色のガキンチョ、あいつ勝たなきゃいけない。そうだよ。俺は、リスクをエクスピアの力全開だぜ。うおーおーおー。よし。あのガキンチョを教えてやるわ。遊びの速さと、楽しくやる速さと、勝つための速さ。どう違うかっていうのはな、これはセミナーだ。うおー、いけいけいけ。全然あれなんだけど。はいはい。まだ逆転がちゃうだろこれ。まだいけるだろ。だるまさんが投げて、俺だ。ジニアとお前らまだやる。なんでこんな一本ずつしか進めねえの。まだ、そう。まじ操作さえ分かってもね、こんなことなんなかったから。ほら、緑のガキンチョは。オッケーオッケー。リズムを覚えろ、リズム。フェイントかけてくるときもあるけど、どっか山張ればいいんだよ。あっ、プレイ今転んだってきたわ。危なかった。これ逆転がちゃうよ。いや、左のガキンチョはやばいぞ。うおー、いけ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 、まだ。あー、ブチギレそう。見せてやるよ、このレベル1におけるやつを。みんな子供ってことで上級感同じ。うおー、峠で速いやつが一番かっけえんだ。お前最高にかっけえぜ。行くぜ、いけいけいけ。このかくれんぼで速いやつが一番かっけえ行動なんだよ。お前らかっこいいか。お前ら確かかっこいいからさっきはな。いったーい。だが、今ここでかっけえのジーンやつだ。だいたいね、エルフだからよ、優秀だからよ。あ、危ない危ない。ここで戻されたら勝ち目なくなる。そう。力離れてつくね。ここは、危ない危ない。ここは追い越したらそんななしなんだよ。クソガキが。ふざけやがって。くそ、まだ負けねえぞ。何くそ、峠で速いやつが一番かっけえのに、この俺が一番高いの。あ、間違えた、ごめんなさい。うわ、進め、ジーンやつ、お前の足の速さもっといけるだろ。で、ここで見た。転んで指できたんだけど、転んだのかな。オッケーオッケー。思考で読んでいけ。あの猫人が何をね、考えているのか。まだ諦めない。さっき50だったからさ。てか、あのさ、クソガキがさ、あの緑のクソガキがこっちにぶつかってさ、あっちをのぞいてさ、こっちがさ、転ばされるのずるいな。あ、今、チャラのやつ会いちゃったですよ、猫人さん。マジで。ちょっとあれ、止めた方がいいんじゃないですか。うお、もう間に合え。一歩ずつ。やばいやばい、みんな近い。あと10秒か。いや、もう、あと5秒だな。次で決める。ういー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 。あっぶねー。まだいけるな。51秒って書いてあったから。あ、ここでダッシュすればいける。うわー、うわー、近い。あ、まだ、ゴリ押すのが。そんなわけで、マジ猫人絶対許せねえな。また今度、ここ結構多くするからね。また今度リベンジしよう。俺様はゼロスくん、プレスヤちゃんはおちびちゃん、コレットちゃんが天使ちゃん、ロイドはお前、ジニアさんが僕とロイドだけ適当だね。マジまあまあゼロスな。リミル様がまだね嘘じゃないからな。いやよそんなの。じゃあジョー様。あのね、もしかして正規入っちゃってるの？どうせな何回ゼロしてロイドのこと大好きになっちゃうからな。ロイドくんってのもいい響きだよな。魅惑の女教師か。もう勝手にしてちょうだい。こんなゼロスくんね、過去めちゃくちゃ重いね、過去あるんだけどね。それをね、そうちゃんと見せたがためにやっぱり。ゼロスルーツ生きてよなと思ってね。まあぶっちゃけ調べればね、ゼロスルーツとかさ、ゼロスとのね、なんだろう、ルートになった時のゼロスの過去話とかわかるんだけどさ、アニメでも描写されるしね。いや、まあそれはそれとしてやっぱ自分でやるな。いや、シーナとかも聞いてみてんだな。リーガーとかもありかもしんねえしさ。オゼットとコレットって何？インフンでんだけど。オゼットがどうかしたのか？オゼットとコレットって似てるよな、みたいな。あ、絶対ロイドがこれ言うだろ。コレットのことじゃバーカ。オゼットとコレットって似てないか。ほらもうクソ。殴ることないだろ。てかリビ先生ってこんな今スキット画面あったんだ。それ初めて知ったわ。くそー。マジだるまさん転んだら全然ねうまくいかなかったな。やっぱエンジンを変えなきゃいけねえよな。セミナーで分かったけどもう今のエンジンは限界があるって。この機8力を潰すことも考えなきゃいけねえからよ。最近イニシャル D 読んでハマってるのがバレちまうぜ。どうしよう。ちょうどね、86がね、86がエンジンぶっ壊れたところまで読めたわ。いや、ネカフェとかでイニシャル D 一気に一気読みしてるとは思ってんだよな。ということで、そんなこんなで、なんだっけ。なんだか似てるとは。あ、コレットとプレセが似てるってやつか。あ、やっぱりな。してみると、この二人なんだか似てないか？感情が死んでるとこは似てるな。あんまり笑わないしよ。やっぱ女の子は笑わないとな。コレットは笑いたくても笑えないんだ。そんなこと言うな。熱いやつだね。ちゃんと謝罪するゼロスね。なんかそうだからね、みんなゼロスが好きなんだろうな。こういう謝罪とかもあるわけだしねみたいな。あとじゃあ今回のパートこのままじゃ戦闘が1回しかないから、あと1回ぐらい戦闘パートつけとくか。アニメと同じ、そうバトルアニメと同じ理屈だよ。というわけでね無理やり1セットやりまーす。あ、今日敵変わった。ちょうどいいわ。あ、やべ。ユニゾンアタック弱いんだよな、このメンツだと。どうするよ。なんかいい技ない。ないよー。センクルッパでもやっとく？あ、けどさ、シューソーライダーとかできるじゃん。じゃあ、ここ火山とライトニングでいっか、このメンツだったら。地高滅流線とかあるんだ。オッケー。じゃあ、ビジョンが見えた。よし、いくぜ。ここは火山。ライトニング。地高滅流線。ジャッジメントですのからの周走ライダー。逃げるなよ。大ダメージすぎて倒せるわけなんですね。オッケーオッケー。ここはアキサダメ。コレットじゃなくてプレッシャーコンビネーション合わせろ。コゲッセナイス。そこで昼間とでゼロスで近接とやっていく。おーナイスナイス。このコンビネーションつなげるぜ。余裕すぎ。経験勝負すぎ。経験値こんな消防員だったら戦闘する意味ねえよ。もう今のレベルだと経験値どんぐらい手に入れないとレベルアップしてんだ。じゃあ、こんだけ戦わないと、3000とか4000ぐらいのレベルでしょ。それで200経験者しょぼいよ。単純計算であいつと20回戦わないとレベルアップ1しないんでしょ。これって多いんだか少ないんだかわかんないよな。というわけで、なんだっけ、オゼットじゃなくてさ、学園都市、サイバック、来ましたー。プレセア、なんかトラウマ、あ、そうだ、ここだっけ、プレセア。なんか思い出してきた気がする。そうだ、ここでプレセアの要の門の話出てきたはず。ごめんな。プレセア待機ってわけじゃねえよな。ちょっと思い出して、もし僕の記憶が合ってるんだったら、そうなんです。繋がるわけなんです。今回じゃあ、王立研究員のイベントを進めたら終わりになりそうだね。ちょっと前回パートの引き継ぎ、今回もあれだな、なんか、短めじゃねえや。イベント会で終わっちゃうな。こんにちは。確かね、僕の記憶は確かな、ここでプレイセアのね、うんぬんかんぬんがちょっと発覚するんですよ。さすがです。クリスの奇跡はなかなかね、たっぷりと俺。まあ、下ネタだよね、みたいな。いや、けどさ、なんだろうな、下ネタと思ったけどさ、結局ゼロさんのやからロイド君にドッキンコだからさ、ドッキンコってなんだかわかんないけどさ、どうせ BL 界隈でもさ、ゼロロイゼロどっちが攻めてどっちが浮きかよくわかんないけど、どうせ多分人気なんだろうな。今後ね、テイルズをもっとさ、こういったなんだろうね、非公式の部分もね、語れるように、あれだよな。ちょっと、テイルズ BL 界隈とかちょっと勉強してよなって思ってんだよね。本当にしない方がいいのかもしんないけどさ。向き、なんだそりゃ。生命体寄生し融合する性質。寄生がゾッとしない話だな。要のものがないと、これでマナのバランスが崩されてしまうと。なるほどね。クロリスの奇跡はいくつかと同質者である以上。なるほど。ってことは、クロリスの奇跡に対して要のものを作るっていうことになるのね。なるほど。で、それ今、テスヤラが救いの塔が出てきたから、ゼロスにやらせようとしてるんだろうな、きっと。全然、そんな言い方やめてくれよ。コレットばっかり。こんなひどい目に遭ってるっていうのに。コレットは、なんだっけ、これ。薄さちじゃなくてさ、発光少女もうわけんね。この要の門か、どっか手に入れられなかった。要の門もね、まあ、確かにね、役には立つんだけど、同時にね、悲劇を生んでしまったりとかね、うんぬんかんぬんがあったりするんですね。要の門を作りに来た。よろしく頼む。要の門を修理しまうから、入り口のとこで、ま、なるな、もう、ロイド君、神々だね。ゼロつぼあれだ、もうびっくりしちまうぐらいの神具合だぜ。おし、こんなもんでいいかな。これでプレス屋の要の門も作るんじゃなかったっけ？あれプレス屋の話はまた今度だっけな。いやね、確かね、ここでね、なんかいろいろあったはず。ここボイスなしか。こんな形でお前誕生日プレゼントをやるとは思わなかったな。首飾りに要のものを取り付けた。遅くなったけど、これが俺からのプレゼントだ。いつか良くなりますように。これって俺がわかるか？なんか、メス落ちしてるんだよな。エロ同人誌よく見た顔してる。ダメみたいだ。そうだよ、シルバーラットいいんだぜ。この研究員の人たちなら何か言う方法知らねえかな。まあ確かにそりゃそうだ。まあお前が一緒に来ればいいんだよ。感謝くらいついてくればいいじゃん。慈悲深い巫女様。フェミニストなのかな？違うよ。女性に優しいだけでフェミニストではないよ、リーフィル先生。意外と推しに弱いんだな、ゼロス。なんか、面白いところだな。面白いけど。よし、あとは燃料だな。兵隊さんが確か、なんで連れて行かれるのか忘れたけどね。こういう罪状なんだっけ？強行騎士団。なんかゼロスを追い出そうとしたんか、強行。もしかしたらね。天使の方はいいと。じゃあコレット頼む。お前が暴れてくれればそれでいいんだ。いいって何すんだよ。身分制、あれ、鉄やらって身分制であるんだ。なるほどね。あ、ここで発覚すんだよね。そうそう。このシチュエーション覚えた。ジーニアス先生。なんだって？なんだ、そう、先生もジーニアスもお前らよりずっと立派だぞ。ハーフェルだろうが何だろうが関係ないだろう。意外とルード、ね、驚かないね。なんか、別にエルフだろうが、もしくはなんか薄々感づいたりしててね。それおかしいよ、マジで。やっぱテスやらクソな世界ですね。シルバーラントに帰ります。そんなバカな。資材はやりすぎだろ。ファンタジーの世界見習いよ、あの世界だって。別にハーフェル、むしろなんだと研究のね、なんか、こう、末端を担う人材としてめっちゃ優秀扱いされたから、先生ジーニアス。ただし、エルフの里では、ハーフエルフは弾劾されてましたね。どうやって助けに行くんだっけな。ま、しゃーなしかな。捕まります。捕まるわよ。たく、どうなってんだ。あ、ケイト。そう。ケイトがね、あ、ここハーフエルフの研究者だったよ。で、ケイトが確かプレイサイと関係があったようなはずなんだよな。ああ、あなたたち、ハーフエルフで、こうやってなんかこう、追いやられてんだ。マジ、ファンタジーの世界って結構優しかったな、エルフの里を除けば。エルフの里もね、割りきしね、ファンタジーの世界のエルフの里で当時はね、割りきしゴミだったんですよ。無理やりこう、エルフを連れて行こうというわけだけど、なんか、反強制的にね、エルフを連れて行こうとはしたみたいな部分あるんですよね。俺たちは何もしてない。うるせえな。あ、で、そうそう、ここで、ケイトとプレセアの関係性がわかるんですよね。プレセア知ってるのか？そう。どうしてだ？はあ、だから、ゼロスさ、マジゴミ同然とかハーフエルフの目の前で言うなって。そんな無茶苦茶だ。え、マジ、シンフォニーの世界ってマジで頭おかしいな。なんかテスラはなんかさ、平和かと思った。インフィリア・セレッサで言うセレッセみたいなポジションかと思ったけど、なんか、本当にごったにしてんだな、インフィリアとセレッサの感じをね。そんな感じは発展していけ身分制度みたいな、なんか先進国のね、辛いところを出してるわな。ほら、研究用サンプルとか出てきて、そうそう、ここなんですよ。研究、何の研究だ？あ、そんな研究なんだけど、そこまで覚えてなかった。クリスの奇跡なんて作れるのか？ふざけるな！それじゃまるでデザイアがエクスペア作っていたのと同じじゃねえか。あ、そっか、こっちはデザイアいないんだっけ？一人の人何だと思ってるのかってそう言ってるんだよ。同じだよ、そんなの。同じに決まってるハーフエルフも人間も生きてるってこと変わりないだろ。そいつはテスラの人間じゃない。お、シーナの BGM。コリンちゃん、絶対ケツの穴の締まりがいい感じで有名なコリンちゃん。と、シーナ。それハーフエルフがドワーフと座ったら変わりしなら、それもしかせないんだろうと。シーナどうしてこっか。メルト協力 OK です。あ、これでブリッジまで行くんだっけ？そう、ハーフエルフを助けに行くわ。助けるで何してシルバーロットで座ったからな。まあ、エルフって嘘つかれたらショックだけどよ。時間がね、邪魔するっていうのは戦う前だ。ケイジは別に戦う人じゃないけどね。あ、OK です。してあげてもいいわって。本当だ。上から目線ふざけんな。マーティがこんな世界を作ったって考え、マーティ別に作ってんや。ユードラシーのせいだよな。よし、秘密ツールありがとうございます。あ、で、逆に戻るときはここからがね、ここに向かって来いよって感じね。よし。言えよ。はい、いや、ゼロさん、頭を切れるからかっけえんだよな。とか、ゼロさん、かっこいいよ、多すぎだよな。ゼロさん、急ぐぞ。いや、この強行がね、何もなんかちょっと、わかんないんで、あ、テスラマップありがとうな。シーナがくれたんかな。よし！じゃあ、これで、今回のね、パートは以上にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ではね、次回、ブリッジに行って、助けに行きたいと思いますんで、よろしくお願いします。また次回のアベマ実況、テイルズオブシンフォニー実況はその他の動画でお会いしましょう。ではまた。